どうぞ質問されております。松島よでございます。ディズニーえー、やっぱね、最近もね、テレビとか、ネットフリックスとか、ディズニープラスに加入したのとかもあってね、動画を、映像をよく見てるんですけど、私はね、あのー、タイムマシーン3号の山本さんがね、すごく苦手だったんですよ。 なんか、全然面白くないみたいな。これはもちろん、あの、お笑い芸人見るときは、面白いと思ってるものを見たいから、えー、チョイスするわけですよ。私たち、視聴者は。で、マツコ有吉の仮リソ天国のロケとか、行ったり、山本さんは、ボケでも、 トンチン感ンなこと言うし、ツッコミでもトンチン感ンなこと言うし、なんか全然人の気持ちわかんないんだろうなって。それがなんでそこでそんなこと言うんだろうって、ムカついてたんですよ。ずっと。でも、 なんで呼ばれるのかなって考えた時とか。一個きっかけがあって、先々、先月ぐらいかな、先月ぐらいかな、ラビットのロケで、なんか女優さんと、ナス中西のナスさんと、ヤーレンズ。 と山本さん。なすなかにしの、なかにしさんが、なんか病気で、休んでて。なす、あれ逆なかにしさんちょっとごめんなさい。なすなかにしのどっちが、どっちがなすどっちが中なかにしか、わかんなくなっちゃった。いつもあの、立ち位置、立ち位置で覚えてるんですけど、 逆に覚えてた。あ、ナス中西で、上手にいる方がナスなんですね。中西ナスなんですね。逆って覚えとこう。こういうの、逆って覚えとこうって覚えとくと、思い出すときにまた逆になっちゃうんですよね。うん。中西っぽい方がナスなんだ。って覚えたり。 タカトシとかでも、タカっぽい方がトシみたいなふうに覚えると、思い出すたんびに逆になっちゃうんですよね。まあタカトシはもう完全に顔と名前一致してるんですけど、ナスっぽい方が中西で、中西っぽい方がナスなんですよね。でまあナスさんが、えー、病気で休んでて、ナスさんの代わりのスケットとして、えー、中西さんの相方の代わりとして、えー、タイムマシンさん号の山本さんが来てるっていうロケがあって、で、ヤーレンズと。 なんか女優さんか、ね、ちょ、女性のタレントさんか、でやってるやつがあって、いや、また山本出てるよ、と。いや、私この人苦手なんだよなって、もう、全部面白くないと思ってるんですよ。あの、ね、漫才の時はツッコミですから、一応ツッコマとして、や、場にはいるんだけど、なんかツッコミもなんか変だし、ツッコミ変って致命的じゃないですか。 なんか、例えばなんかあって、まあ、これいいなって思った、最近記憶に残ってるツッコミなんですけど、えー、っと、酒のつまみになる話で、なんか、歌手の方か誰かが、すごいスピードで、一杯目、乾杯って言って、もうすぐおかわりしてる人いて、えー、っと、麒麟の川島さんが、歯医者の水かいって、ね、歯医者の水って置いたらすぐ入るじゃないですか。歯医者の水かいって言ってて、 いや、やっぱ、川島はすげえって思ったんですけど、例えばそれに、なんでだよとか、<laughs> 早いよ早い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 よす、人が喋ってんだからの、今飲むんじゃねえよって言うと、それ突っ込んでるけど、なんか、リアクションっていうか、説明っていうか、山本さんってもうそういうことばっかりするんですよ。突っ込マーとして存在してるはずなのに、なんでだよとか、 やめてくれよどうしてだよとか。いや、それ、どいや、そう、いいんだけど、それで面白い人もいるじゃないですか。なんでやねえんだけで面白いって。よも、そのタイプの突っ込まじゃないから、なんかつ、そうそ、それなんなんか、ムカつくなって思ってるし、こう、なんか下りやってボケるときとかも、なんか、大喜利弱いみたいな。 なんでそんなこと言うんだろうムカつくなって思ってるし、なんかみんなにこう、いじられたり、いじわるされて、やめろよみたいな時も、なんか、面白くない。まあリアクションが一番もしかしたら才能いるのかもしれないですよね。出川さんとか、かの英こーさんとか、やっぱすごい、なんか笑っちゃう。嫌なことされて、笑っちゃう。<laughs> なんか何のやっぱ興味も感情もない。 山本さんに対してだけどそのロケの時になんかみんなすごい楽しそうにしててだって那須さんの代わりに、ね、山本さんが来て多分いくらか、ね、やりづらいと思うんですよ那須さんの方が多分いいじゃないですか那須中西で普段やってるし。 だけどなんかね楽しそうにしててでヤーレンズもなんかやりやすそうにしてたんですよ。あの奈良原さんがこう1時間ぐらいのテレビまああちこちオードリーとかで最初はすごい小ボケいっぱい言うんだけど最後の方はあんまりボケなくなるみたいなそれはまあ疲れてくるのか心折れてくるのか 来たのか <laughs>、えー、今日こういう感じじゃないのかな、みたいな、こう、一応ね、駆け引きしながらやってて。で、ヤーレンズ、奈良原さんは、いつもね、途中で、こう、作戦変えるというか、小ボケが減ってくる印象があったんですよ。まあ、1時間ぐらいのテレビやったらね。でも、ロケって結構半日ぐらい行くじゃないですか。朝から晩までね、お店何軒も行くとか、スポット何軒も行くして。えー、なのに、奈良原さんがどんどん、 ボケたり。で、最初その芸人4人いて、最初はなんかあんまりうまくいってなかったんだけど、だんだんその4人の下りとかができたりとかしてて、なんか随分やりやすそうだな、楽しそうだなって、あの奈良原さんがどんどんボケてるみたいな。で、デイさんもあんまりそういう下りに参加したりするタイプじゃないんだけど、明らかにデイさんの番も回ってくるみたいな。 最初はできなかったけど、だんだんこう2軒目3軒目の店に行くたびにそれが増えていってるんですよ。で、これ、もしかして、わ、まあ、かんないけど、完全に憶測だけど、山本さんが、移動中とかに、きっとみんなで車で移動したりするじゃないですか。移動中とかに、あの、今日は、スいないけど、 やりたいようにや、やってくれ、みたいな <laughs>。なんか、あと、ヤーレンズも、あの、やりたいことあったらどんどん試していいからね、みたいな、こと言ってんのかなって思って、これ山本さんがこの雰囲気作ってんのかなって思ったら、あの、全然面白くないと思ってた、タイムマシン3号山本さんが、ものすごく優秀に見えてくるんですよね。だから、山本さんから、 目が離せなくなるっていう。だから今もね、いやーなんだよ今もツッコミとか <laughs>、そういう風に、いやーむかつくなって思うことあるけど、よくよく見たら、これが誰かの何かの役に立ってんのかも、っていう風にね、見るようになったっていう。だから山本、タイムマシーン山本を、 許したっていう <laughs>。許したっつうとあれだけど、ムカついてたはずなのに今は目が離せない存在になったっていうね、話でした <laughs>。そういうのってあるんだよね。視聴者にわかんない。例えばね、移動中のやりとりとか、雰囲気づくりとか、まあ、あと、映ってる時もね、やっぱりね、補足とか裏回ししてるんですよ、山本さん。 だから、こいつ面白くねえんだよな出てるやつ見たらチャンネル変えちゃうかもっていう芸人さんがなんかの他の芸人さんをもしかしたらやりやすくしてたりとか、え、その制作側をやりやすくしてたりとかしてることがあるのかもしれないなっていうこう観点をね、山本さんに私はインセプションされた、植え付けられたわけでございます。はい。そんな話が出した。 嫌いな芸人いたらコメント欄で教えてください。あ、いしゅ